クールな爽快感を体感できる新フレーバー。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田大学、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは明治より2020年3月24日から全国で発売された明治プロピオヨーグルト LG21 ブランドより新フレーバーを明治プロピオヨーグルト LG21 ドリンクタイプスッキリクール、こちらご紹介したいと思います。このね、明治プロビオヨーグルト LG21 ブランドはね、明治の約2500種類以上の乳酸菌ライブラリーの中から胃で働きを着目して選び抜かれた LG21 乳酸菌を使用したヨーグルトで、2000年の発売以来健康価値を訴求したヨーグルトカテゴリーの先駆者として市場を代表するブランドとなっています。で、こちらの明治プロビオヨーグルト LG21 ドリンクタイプスッキリクールはメントール香料とレモン果汁を使用し、飲んだ時にスッキリとした爽快感を体感できる飲み続けやすい風味に仕上げています。ということでゾッとします。本体価格132円となっております。まあ、いや、胃で働く乳酸菌 LG21 ですよ。まあわかりますよ、スッキリクールレモン&ミント、で果汁 1% で発酵乳です。 110ml です。ああ、わかりまへんな。これは胃に着目して選び抜かれた LG21 乳酸菌を使用していると。 112ml のアレルギーは乳成分となっております。そして1本あたり 56kcal、 そして炭水化物は 9g の推定値となっております。怖いですね。はい、では開けていきたいと思います。110ml なんで、まあ足してこんなもんですけど、まあちょっと飲んでますね。いただきます。完全にレモンのレモンだよ、レモン、レモンが強い。ミントミントあったかな。でもレモンの方が強いな。これ酸味の方が強い。ミントがあんまりいまいち感じないな。でも完全にもうレモンですね。まあ、美味しい。レモンレモンレモンミントはどこ行ったんだろうか。普通にこれレモンでいいわ。ミントはね、確かにスープを入ってくるところはあるんでしょうけど、感じられないっていうか、ああ、よかった、びっくりした。いやんです。ぜひね、この夏にスッキリクールレモン&ミント飲んでみてはいかがでしょうか。はい、この動画面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。